にちは。スピリチュアルの女神です。ツインレイへのアプローチ方法を詳しく解説します。あの人は運命のツインレイだから、アプローチを自分から仕掛けたい。あなたはそんな風に思っていませんか？実際ツインレイにアプローチしたい場合はどのようにするのが効果的なのでしょうか？ここでは男性、女性それぞれからのアプローチの特徴や効果的な方法などをまとめています。ツインレイ男性からアプローチされない場合の対処法なども紹介しているので、気になる人はぜひ参考にしてくださいね。ツインレイ男性によるアプローチの仕方の特徴を紹介していきます。ツインレイの男性のアプローチの仕方の特徴としては、普段恋愛に積極的にならないような男性も積極的にアプローチをするようになる点があります。一般的にツインレイの存在に最初に気づくのは男性と言われています。そのため相手の女性を見つけると、ついに運命の相手を見つけたと感じて積極的なアプローチを開始します。ツインレイ男性のアプローチの仕方としては、普段積極的でない男性が思いもよらないような行動をとるなどが挙げられます。例えば普段恋愛に対して受け身な男性でも、ツインレイを見つけた場合はデートに誘う、デートの最中に次のデートの約束をするなどのアプローチの仕方が考えられます。そしてツインレイの男性は、相手女性を見つけるともっと相手のことを深く知りたいと思います。ツインレイの女性へアプローチの仕方としては、自分の話もして相手の話も聞いて、自分や相手を深く理解しようとします。普段寡黙で口数の少ないツインレイ男性でも、アプローチの仕方はこれと基本的に変わりません。相手男性を虜にする方法。ツインレイ女性からアプローチしたいときはどうすればよいのでしょうか？ツインの女性からアプローチしたいケースも多いです。相手が社会的に見てもとても魅力的で恋がたきが多い場合などは、いくら相手をツインレイだと思っていても不安になりますよね。早く自分のものにしたいと考えるでしょう。しかし結論から言って、女性は焦る必要がありません。ツインレイの男性もあなたの存在に気づいて、早くあなたと一緒になりたいと思っているはずです。それでも不安な時はツインレイ女性からアプローチしてもいいかもしれません。しかしアプローチの仕方は考える必要があるでしょう。ツインレイの女性がアプローチするときは、相手のことを思いやるあまり、もしくは相手を手に入れたい一心で女性が主導権を握ろうとしてしまうかもしれません。しかしそれではうまくいかないケースが多いです。ツインレイ女性からアプローチしたい場合でも、主導権は男性側に握らせるのを意識してみてください。例えばデートに誘うとしても、デートを一から自分で計画するのではなく、ここに行きたいと相手に伝えるだけでいいのです。ツインレイにアプローチする前に準備しておくことをまとめました。ツインレイにアプローチする前には準備が大切です。準備をきちんとしておくかどうかでも、今後のアプローチの成功率、付き合うことになってから二人に試練が訪れた時の試練の解決までがスムーズにいくかが変わってきます。ツインレイにアプローチする前には、まず自分の魅力を高めておきましょう。心身ともに磨いておくことで、ツインレイとの恋愛がスムーズに進みます。また自分自身を磨き、自己肯定感を高めておくと、ツインレイとの関係が進み、試練が訪れた時も
安心して待つことができるでしょう。ツインレイにアプローチするときにはどっしりした気持ちを持っておくのも大切です。ツインレイとの恋愛は運命の相手にもかかわらず、どうしてうまくいかないんだろうと思う時ばかり。そんな時もめげないように気持ちをしっかりと持っておきましょう。ツインレイにアプローチする前に準備として相手への気持ちを高めておくのもおすすめです。後からこんな人ではないはずだったと思わないように相手のすべてを受け入れる決心をしておきましょう。ツインへのアプローチがうまくいかないときは辛いですよね。出口の見えないトンネルにいる気持ちかと思われます。ツインレイへのアプローチがうまくいかないときは思い切って相手から少し離れてみるのも有効です。ツインレイはそもそも一つの魂だった存在が二つに分かれてしまった状態です。魂の質を高め再び一つになることを願っています。もしかしたらツインレイのアプローチがうまくいかないときは魂の質がまだ不十分で相手と一つになるときではないのかもしれません。そんなときは距離を置き自分を磨いてみてください。そして仕事など自分の役割に集中したり新たな趣味を見つけるなどしてみましょう。いつか時期が来たらツインレイのアプローチを再開するのも一つの方法かと思います。ツインレイへのアプローチは積極的じゃない男性には女性からしても良いのでしょうか。ツインレイへのアプローチ、積極的じゃない男性には女性からアプローチすべき、それとも待つべき。積極的じゃない男性に対して女性からアプローチすべきなのか、それとも待つべきなのか、いざ自分がその立場になると迷ってしまいますよね。実は消極的なツインレイ男性へのアプローチを積極的に女性側から仕掛けるより、男性が動きたくなる状況を作るのがおすすめなんです。いくら相手ツインレイ男性が消極的でも、いざアプローチしやすい状況になれば男性は積極的に動いてくれるものです。とはいえ、あまりにもツインレイ男性がなかなかアプローチしてくれず、つい自分から仕掛けたくなる場合もありますよね。ツインレイの男性にどうしてもアプローチしたい時には主導権を握らせるのが大切です。ツイン男性がなかなかアプローチしてくれない時は過去の恋愛経験がトラウマになっているかもしれません。あなたがようやくツインレイと出会えたのなら早く付き合って結婚したいと思う気持ちはとてもわかります。しかしツインレイへのアプローチが積極的すぎた場合、今後の試練を乗り越えられなくなる可能性さえあります。ツインレイの女性は待つという試練が多いもの。もし男性からアプローチがなくても、それはツインレイの試練だと思って気長に待ちましょう。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。